台湾人の大半中国に最大の責任。本日、台湾で実施された世論調査の結果が公表されました。この中でコビット19の世界的な感染拡大について、中国に最大の責任があると回答した方が76.1%。自分を台湾人として誇らしく思っているという方が77.7%。 さらに蔡英文総統の政策に対し71.2%の方が賛同すると回答いたしましたこの台湾においては中国政府が COVID-19 を隠蔽していることをですね早い段階で察知し独自に対策を講じた結果非常に早い段階で COVID-19 の封じ込めに成功しておりますが そういった中で中国政府は台湾に対する恫喝をですね、さらに強化しているという問題がございます。現在、台湾は香港と連携をし、香港人に必要な支援を提供すると表明しておりますけれども、こういった台湾は日本にとっても非常に重要な国でございますので、 日本政府には今後も台湾との関係を強化し続けていただき、できれば安全保障においても自衛隊と台湾軍との間で相互に訓練を行うなど協力関係を構築し、2か国で日本と台湾で中国の脅威に 効果的に対処できる体育性を構築していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。